しまっとんか思った激突した。アジフライ出とうかな。あ、10時からやって待たれへんわ。9時や今。残念。ソースだけ買おう。ソース買おうか。普通に美味しかったよ、ね、美味しかった。何にかけてもな。313円。とりあえずこれ買おう、うん、他はもう見んでえか。こんなんがあんねんな。おやつええか。芋餅ちょっと気になる。買おうか。どんなんが気になる。いや美味しいんちゃう。これまた2個買ったよかったっていうかもしれないということで行こうか。はい、前は私これ食べた。お芋のチーズケーキ。うん、買わんでええの。今日はこっちにしとこうかな。なんか何これ。美味しそうやな。お豆腐って何。何これ。お豆腐ちょっとあれっぽいじゃん。なんかなんていうの、ムースっぽい感じじゃん。豆腐味の。ちょっとゼラチンっぽい。うん、それはでんぷんや。クジラんで塩クジラ。どないして食べるんや。な、私も思った。焼くんかな。煮込み用でもええし、ポン酢などでやって。今回あれや、からしれんこんとさつま揚げ。そうそうそう、これ見た。思い出したな。思い出した。まだまだあるわ。まだまだあるで。こんなの飛ばしたらあかんで。そうやん、昨日の反省が全然忘れちゃってるやん。いやいや、美味しそうやな。ちょっとクジラ製品がある。お前、クジラのベーコンもあるで。クジラあかんでええか。クジラは贅沢や。贅沢か。イカの塩からあるで。それ昨日食べたやつっぽいな、なんか昨日の店。550円やったのに安いんちゃう。ちゃうんか。またこれゆず入りやから一緒やんな。安い。あ、そこ高い。忘れよ。アジフライあげたらええんちゃう。1枚100円。1枚100円が安い高い。よう分かれん。よう分かれんけど、今日の夜ご飯はもう食べへんかめもんな。タイミング的に。そうやね。あ、じゃあこっちは1200円か。あ、この下か。こっちが。こっちでいいやんな。こっちでいいやんな。円巻きの。円巻きってどういうこと。円巻きのアジフライ、どういうことやろな。円巻き、あ、円巻き食堂。ああ、お店の名前。そういうことやな。円巻きさんがこれであげとった。円巻きさんがな。円巻きさん。そうやな。そういうこと。産地の産地で、この今度は円巻きさんや。ちょっと円巻きさんの3。あ、そう、ちょっと円巻きさんの3食べへんな。タイミングが。タイミング、家持って帰られへんもんな、これな。いろいろ気になるものがいっぱいある。あ、前これ買った。あ、タコ、これ持って帰ったや、結局な。タコ飯したな。こんな高かった。タコ、ほんまや。ええ値段しとんの。な。フグフライってあるで。味がいいな。味がええな。美味しかったよな、前な。美味しかった。九州の醤油美味しいな。甘いやろ。甘い。でも私昔はさ、甘い醤油そんな好きじゃなかったよ。大人になってから。醤油は後からでもほらな。今から平戸行くしな。うん、とりあえず行く、うんうん、味噌はな、あの信州の味噌がな、うまいねん な, な, なあれはもう買いに行こう。またまた行こう。また行く。通販で売ってへんのかな。あれほんまうまいよな。めっちゃ美味しい。コンビニで買うてんけどな。コンビニででもあのサイズの味噌売っとうっていうのがすごくすごい。なめっちゃ黄色くない。何やろな。でもあごだし入りやか美味しいんかも。あ、買う、買えんそれらしきことを言うけど買え。ここやばいな。もうここほんまやばい。天然物やってブリさん。アワビ4600円。水イカ、これも水イカ。フライムニエルにやって、アジブリ買いましたね。買いました。この芋餅が気になるわ。芋餅を楽しみに今日も一日頑張ろう。雨や雨や。ここはね、アジフライの聖地、松浦。あ、めっちゃ雨降ってきた。雨降ったで、前に入っとき。いや、前に入っとき。雨降ったから。顔が濃い言うとったやん。何、見どころいっぱい？いろいろ行きたいな。平戸大橋、赤いんやな。まや、メガネ橋や。あ、夕日の見どころ。ほら、大橋。あー、行きたかったけど、晴れからな。天気がな、残念やからな。また次回のお楽しみやな。まあ、また来るな、この一番先っちょな。そら綺麗はな、こっから見る夕日。なあ、まあ、平戸まではとりあえず行こうか。うん、ここええよな、ほんま広い。あれってトンビ？大きいのおるやん、そこ。トンビ。トンビ気付けて。買いとるな。買いとった。道の駅やな。ここも大好きやな。じゃあ行きますか。行きましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ここ目指します。平戸の春日集落。34キロ。50分。寄り道するかもわからんかな。1時間。じゃあ行こうか。自分に優しめ。はい、行こう。今日も安全運転で一日楽しみましょう。はい、行こう、はい。ありがとうございました。松浦海のふるさと館さん。これは3時の3ちゃうで。何々3の3や。どっちや。ここはええ道の駅やな。なあ、静かでほんまな。トイレも
暗いし暗いんだけや。でもな、中に入ったら明るくてめっちゃ綺麗ね。それはいいところ。アジのフライはまた次回。そうやな、残念やな。アジフライな、美味しかったよな。揚げたてやから余計美味しかったな。どっかに揚げたてのアジフライ売っとうとこないかな。あったらあのソースで食べればええねんな。そうやな、タルタル買っとけばよかった。タルタルがな、レジでちっちゃい袋に入ったやつが売っとって。そうなん、使い切りみたいな感じで、ね、そう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 。なんで買ってへんかった。その流れが想像できひんかった。アジフライを買うという流れがなかった。おやつで食べたい。芋餅あるで。芋餅もあるな。今日も楽しみやな。松浦シティ工業用水、工場で使う水をためとんじゃん。あ、これそういうこと。え、すごいで、ね、13万5千立方メートル。おお、どんなか分かる。東京ドーム何倍分分からへんそれ誰か言おうとね、何か言うたらすぐ東京ドーム何個分とか言うけど何人の脳みそ何個分それやったら文句出るわ。嫁は脳みそないやろあるわレオンの方が脳みそ大きいんちゃうかって言われる。あ、これ電車通れへんから。そう思ってんけどな、通らんな。切った瞬間にまた電車組んでんで、そういうもんや。そういうもんや。見よ。ガソリン満タンあったら心に余裕が持てるような。満タン。あ、海が見えんのにこの天気ちょっと残念。雨でも楽しい。楽しいな。うん、後ろの車を先行かしてあげよう。どうぞどうぞ。先にどうぞ。もう譲ることによって気兼ねなくゆっくり走れるからな。そうそう、そっちの方がいいよな。そうやな。平と瀬戸市場って看板上がっとってんけどさそんなんあった？ Google でなんかチェックした時出てきた。なかったな。でも看板結構色あせとったからどうやろ、やっとんかな。もうあれなんかな、うん、4キロ先あったらちょっとよちょっとやる。もしかしたらアジフライ売っとうかも。お前な、10時なと任せ草原キャンプ場で、なんか看板上がっとってんな今。めっちゃ良さそう。手柄横取りしましたね。ちょっと俺が見つけたんですけど、それ。うるさい、静かに静かに静かに。手柄横取りしましたね。お兄さん、お兄さんうるさいよ。ぼーっとしとったのね。うるさい。で、お、なんかキャンプ場あるでって俺が言うて、え、なになに、中瀬草原キャンプ場っていうとこって言って、あれ、あ、ここからやると海見えるんちゃうかって言って、え、じゃあちょっと調べてみる。あ、良さそう。で、手柄にして、なんか私が見つけました、みたいな。あ、平戸市場。これで時間がちょっと。あ、チラッとだけ見ます。何が？白枠と水色枠ってどういう分類？月決め駐車場か。月決め。水色月決めな。月決め。これ分からんな、初めて来た人は。分からんよな。何？何も見つけたで。あれ何？和牛の里。和牛の里ってどこに対してのあの看板？ここやんな。平戸市場ちゃう。そう。平戸瀬戸市場の横に。だって矢印も何もないから。いや、それから肉もあんねんで。まあ、とりあえず見に行こうか。そこで前に時間がないからね。1時間で言うとうから。みんなに。1時間で行くって言うとうから。もっと余裕見とったらよかったな。これはでも。1時間半ぐらいで言うとったらよかったな。11周年。平戸瀬戸市場。こんな大きいけど、これで1個やんな。3個で500円。うわ、すごい。こんな大きいのでも食べてみたいな。これはやばいゾーンに来た。やばいとこ来てもたかもわからんで、ね。まあ、アジの産地やろ。南蛮漬け、これ絶対美味しいんじゃん。うわ、中にうなぎが入った。卵の中入っとんじゃん。うん、美味しそう。わぁ、これはやばいとこ来てもたかも。来てもたな。え、ブロッコリー安い。ブロッコリーめっちゃ安い。100円。おぉ、うん。めっちゃ安い。安いの。安い？安い。菜の花も安いで。生鮮見に行きたいんじゃ。ヒラス。この辺ではヒラマス。あー、本マグロもあるで。本マグロ？養殖やけど。おぉ、やばいとこ来てもたかもやで、これ。大きくない？あ、でも天然でこれは安いんちゃう？なんでこんな安い？安い。なぁ、やばいのがありましたよ。なんなんこれ？アジフライ。あ、で大きいな、こっち、ちょっと。うん。なんか手作りっぽくてな。これ何？湯がきのお噌。湯がきの、からし味噌で食べる。エソか、もしかして。そうなの？分かれへん。エソとすり身ってあるから、肉出てきました。平戸牛。ハンバーグ。まあまあのお値段やね。まあまあかな。耐えたな。耐えたわ、危なかった。やばいもあったな。やばいもいっぱいあった。でも次急がなあかんからな。これだけ確認しとこう。しつこいようやけど。これ見たら昨日の丼思い出す。ちょっと見よう。ここはめちゃめちゃ。見る方がええかもやで。ほら、うん、2番目のサイズでも昨日のより安い。これ見て、ほら。イカの作り定食2600円。ご飯と、これ多分塩辛やろ。こっちの方が良かったな。やらかした。やらかしたな。やらかした。いや、あの店が悪いんじゃないよな。俺らの中でのコストパフォーマンス。せやな。イカがないって言うた時点で、ああ、これやったら同じぐらいの値段やん、これ食べても。今日で切り替えよう。曲にしよう。だから今度からイカは自分で釣って食べる。うわ、うるさ、びっくりした。こちらは、ウォンパール、ビラガキワッカです。
プロレスの案内やびっくりしたな九州プロレスそういう案内をこれでやっちゃうんだ、うん、そういうことやねすごいな、うん、さあ行こう行こうよいしょにぎわっとったなにぎわっとったおろいな市場ないいのもいっぱいあったやん地元の人っぽい人が多かったねそうやなさあ行くで行くでなかなかつかんあと30分橋はすぐそこやけどそうか集落まではまだ30分か初の平戸平戸どうやな平戸なん平戸どう平戸って言うとったで私は失礼しました失礼いたしましたお平戸大橋強風通行注意やって気をつけな日本の公園である平戸はおお平戸大橋 あすごいあなんかいい橋や なおおおわかったな効果見てなあ綺麗怖いわ風が抜けるこれ道やなまだ短くてよかったわなんか良さそうなあここをちょっと曲がってみようかちょっと寄り道平戸公園あなんかもう良さそうやでここトイレもあるし泊まれるんじゃん風がすごいなうんうわなんかあそこ見晴らしいいんじゃん見えるんかなあれな、うん、見えそうあれも水平線じゃんおおほんまやこれ何椿これ椿椿の花やな椿のさこれの中がオイルになったなろ椿オイルそうなんかさこれめくってなうんふすまとかそのさ下の溝のとこにこうやって塗るねんな、うん、ほんならなおしゃべりが良くなるって言って おばあちゃんがあろうそくもするのめっちゃええやんここあっこの上から見えるんじゃん見えるんじゃん寒っあ寒っめっちゃ寒いで寒いなちょっと風が風きつ怖かったら見えるんじゃんこれひょっとしてそうやな上がろうスリッパや結局スリッパやった結局スリッパわめっちゃええとこおお見晴らしいこれはええやん海が綺麗かったらもっと綺麗晴れとったら綺麗やろな晴れとったらな残念やなよし次行くぞあ行こう平戸瀬戸クジラが通過するルートになっていましたクジラいっぱいおったんかな銃殺の様子を描いた今これまあ怖いね、まあ、これで打ち寄ったんそういうことやな、うん、すごいよし行こう寒い味工房って見てアジ売っとんかなこれ見て前にほら綺麗な平戸大橋見えてええ場所やなめっちゃええ場所周りの景色との調和ですか素晴らしいこっちからの眺めがいいなええな橋のかかる角度といい、うん、向こう岸のなんかこの山感いやー語彙力がないねないけどいい川内峠も行こう言うとってえなあそうそうそうあでも綺麗そうとりあえず棚田を目指そう、うん、そうしよう島の中にホームセンターがあるバカにしそうでここら辺であるわ言われて城あほんまや平戸城ちゃんほんまか平戸やもんほんまや戻るまたゆっくり来たいなここなんかじゃあ英語が分かった景色もええし文化を感じる感じるなんかゆっくり回りたくなってきた、うん、おええ景色おええ景色やな景色やなこっから上じゃ世界遺産えそうなのまた世界遺産あ出ちゃった世界遺産好き俺らもしかしてまさか棚田に世界遺産とかあると思う集落やろ集落に世界遺産、うん、風がすごい風がすごい棚田あるねほらここやったんかほんならあの写真はなあ、あ上になんかあるな無料案内所ちょっと棚田は残念やな、うん、でもなんか時期によっては良さそうやなうんええと思うええなあでもこれほら向こうがこのまた海やねんなあでも九州の棚田はこんな感じやな前行った時のとこもこういう海が見えてな、うん、なんかこのなんていうんかなこの自然な感じがええよな最高世界遺産だけあるないいねちょっとあそこ行ってみえへん、うん、案内所案内所はねカタリナさん、うん、ちょっと行こうか可愛いねんけど建物がなもう古い感じがいいなあええな味のある建物、うん、めっちゃいいおばちゃんも待っとった挨拶してくれたおばちゃん待ってくれと、うん、わめっちゃなんかいいでほんまやお邪魔してみよう、うん、わめっちゃいいねこんにちはお邪魔しますあったかいどうぞありがとうございますどうもこんにちはこれ空から見たらこれが春日集落ね、うん、こっちが安満岳今はここにいるね棚田が横での裏にあるんで、ね、この後ろからこれじゃここじゃないんだよねこっちの方が大きい棚歩いてここからこう登ります
今ここにいる。この山の上に歩いて登らないとここが見えないです。ああ、そうなんですか。景観的にも昔とほとんど変わってないということも評価された。全部湧き水、流れ水でお米作ってますので、お米が非常に美味しいと思います。ごゆっくりどうぞ。ありがとうございます。お邪魔します。説明聞かせていただきました。よかったです。あ、いいですか。あ、すいません。じゃあ遠慮なく、ちょっとお邪魔します。70年以上経ってるそうですよ。あ、そうなんですか。はい、すいません。お漬物。ありがとうございます。いただきます。すいません。自分が作った漬物ですので。そうなんですか、はい。ありがとうございます。ね、すごい。お醤油と、酢とお砂糖で作ってあります。いただきます。ゴーヤもありますので。ゴーヤ大好きな。ゴーヤ、何ですか。お砂糖で味をつけてるんです。そうなんですか。はい。はい、すいません、いただきます。それは安万滝からのお水です。そう聞いたら余計嬉しい、うん、はい、どうぞ。お母さんの漬物をいただきます。美味しい。6月ぐらいがいいんですってね。緑が綺麗で ね、 4月にはもう植えますので、5月7月ぐらいが一番綺麗。今度はぜひその時期に、そうですね、みたいな、ぜひ来てください。はい、わいいな、みたいな。それはすごい。石垣が、石垣、石垣、田んぼの、あ、こんな風に、はい、全部この石垣でついてありますね、この田んぼは。一枚一枚、そして全部ですね、田植える前に、はい、あぜ塗りって言って、はい、田んぼのあぜの脇をこれぐらいの幅で、はい、きれいに塗っていきます。そうなの、水が漏れないようにするんです。あ、そうなんだ、はい、それは毎年なんです。毎年、すごい、手がかかってる。なあ、腰がもう二つ曲がりも、そうだね、すごい大変やん。ここでできたお米とかはどこに行ったら買えるんですか。ここ、あ、ここに売られるんですか。す、今も、はい、食べてみたい。そうなんですか、ちょっと見ていこうか。さっき来た方は2個も買って帰って、ちょっとちょっと見せてもらって、ありがとうございます。後で見せていただきます。そうですよね、お水大事ですよね。うわ、水道から出てくる水がもうそうなんですか。これもそのまんま、わー、いいな。湧き水がこれ全部、わー、いいな。お家で全部いってます。お風呂もじゃあそれや。じゃあ贅沢、それは綺麗なはずじゃん。いただきます。ゴーヤですので最後にちょっと苦味が、おー、うん、あ、ちょっと来たかな。交わる。うん。美味しい。初めて食べた。もう一個食べていいですか。美味しいな。めっちゃ美味しい。87歳のおばあちゃんが作ってきます。あの方ですか。真ん中の。なごさん、ありがとうございます。美味しい。ごちそうさまでした。すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。ごちそうさまでした。ちょっとお米見て帰ります。はい、ありがとうございました。すいません。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、すいません。なんかお米が置いてるって聞いたんですけど、あ、これね、これね、これが2合、これが2キロ。2キロ。もう買いたい。これ買う？うん。2キロの、うん、世界遺産のお米。春日の棚田のお米。かわいい。かわいい。はい。わ、いいな。よいしょ。よかったな。これ持って帰っとく、カタリナさん。縁側。ポケモン買いたかった。あれはほんまに買いたかった。めちゃめちゃ美味しいな。わ、なんかええな、ええとこやったな、どこやった。やっぱり説明聞かなあかんね。あ、そうやな。知らんかったら俺らこれが棚田やと思ってな、買えるとこやったな。よかったよな。あんなにすごいと思えへんかった。すごいな。危な、買えるとこやったわ。危ない危ない。わ、このお米も楽しみな。あ、じゃあちょっと山へ上がってみようか。春日、うん、の棚田展望ポイント。こっちやな。さっきのとこでもう満足してまいがちやけど、わ、落石やん。これで、うん、ある程度まで行って U ターンせえってなっとって、うん、で U ターンして道に止めると、でそっからちょっとあの山に上がるんやな。あれちゃん丘みたいなんて言うとかちゃう。落石ちょやばい。道から見えへんって言ってなかった。撮ったな。登ったら見えるって言うとったから、うん、この先で U ターンして、ここでその辺に止めとくっていうことやんな。あれダウンはええじゃん。曇るな。うん、やっと靴履いたな。やっと靴履いた。マルオ様って書いてあるね。マルオ様の様、神様の様か。出たけんな。どっちがイノシシが入る方。何が？こっちに入ったらあかんってことか。ちゃう、逆逆逆。こっちからこう降りてくるやろ。え、遭遇するかもしれへん。
遭遇するかもしれへん。やば、これイノシシのうんこちゃん。めっちゃあるやん、うんこ。うんこかこれ。ちょっと触って。匂って、うんかんで。あ、じゃあ泥やで。泥？あそこに泥があるもん。山登りやで。5分な。5分登るらしい。ここかに見えるんかな。うん。わ、夏に絶対来たい。なあ。うん、なんか水がやっぱり豊富っぽいな。ぽいなあ、うん。あんだけの棚田を全部湧き水で賄っとってすごいよ。どっから出たんこの湧き水。なあ、ほんま思うよな。買ったお米楽しみやわ。違いわかる？違い分からへんねやろ。私わかんねん。わかるで。お茶も美味しかったよ。お茶もめちゃめちゃ美味しい。なお茶柔らかい味になる。柔らかい、もうまろやかなな。わからんくせに美味しいですね言うとて。わおお。え、すごいやんこれ。すごいこれ。これ夏来たらもう、いや、これ見せん方がええな。見たい人見に来た方がええな。うん、わあすごい。うわ、上まで上がった。海も見えるじゃん。なるほど。うわぁ、すごいなこれ。水がほんま豊富やな。水の音すごいな。なんかさっき石畳の話聞いたから、うん、なんかあれ見たらみんな大変な思いしそうねんなって思うな。そうやん、水ほらすごい。あ、すごいやん。え、まだもう一個この上、あれが一番上。結構上やな。急やで。持つとこないけど大丈夫。俺に捕まるんちゃうやろな。うん、いざとなったら道連れ、またプチ登山することになるとは。ちょっと挨拶だけしとこうか。お邪魔します。お邪魔します。うわー、この海、え、すごい景色やなこれ。棚田どうする？見せる？一応見たくない人はもう目つぶってもらって。そやな。え、すごいで。でも生で見たい人は見に取ってください。そやな。ということで伝わるかな、これ手作り。うわ、すごいなこれ。この石の壁の上のこの土手っていうかな、毎年水が漏れんように言うて手直しするとったもんな。手作業でな、みんなで。すごくない？夏の景色みたいなあ、うん、さっき集落が世界遺産やって言うとった人おったな。しゃうかったな。棚田が世界遺産やってんな。それも含めてかな。そうなんかな。なあ、昔のまんまっていうことやなこれな、うん、うわ、なんかすごい。これはすごいな。感慨深いわ。あ、よかった来て。写真によるとあの海もな、すごい青かった。あ、めちゃくちゃ。今日はちょっと残念やなこれな。だから次回楽しみやん。え、めっちゃ綺麗。こんなすごいのを見てもたら、これから先の棚田が。棚田好き成人としてはこれはやばい。気づき休めるで。手すり持って、手すり。手すりないね。手すり、エアー手すりで行き。行けるか。もうこのまま行くわ。すごい風なあ。こんな風の強い日にロケさせてほんま。何がロケや。どの棒を刺すんやろ。これでいいかな。そういうこと。これでいい。正解。よいしょ。今度は行きつき姉妹子な。ほんまやな。なこれ左やな。うん。大映え灯台。な、今度は。次回はそっち。うん。平戸は面白い。平戸一日かけてゆっくり見たいな。なあ、見どころが多い。また来るでー。また来るでー。あの橋渡るでー。海もな、天気良かったらめっちゃ青いと思うで。そうや。強風注意。ちょっと寄り道。大きいカブトムシ。これクワガタ？カブトムシ？どっち？カブトムシやな。カブトムシか。みかんどうなんやろ？美味しいんかな？美味しいんちゃう？美味しいちゃう。これちっちゃい方が甘いって言うとったけど。イカ醤油いらん。イカも高いけど、醤油高い。イカ。芋餅食べてるのかな？お昼ご飯やな。うん。うわ、すごい。トロトロやで。芋なのか、餅なのか。両方やろ、芋餅やから。いただきます。はい、はい、どうぞ。これめっちゃ美味しい。芋なのか餅、餅やな。芋味の餅みたいな。うーん、めっちゃなんか柔らかい。ほんのり甘い。もやこ買ったよかった。それぐらい美味しい。うん、食べる？ちょっと食べてみる。うん、ちょっとちょうだい。うん、あ、一口噛んだ瞬間にうまい。うん、うまいな、めっちゃ美味しいよ。それ食べてから行こう。そろそろ平戸を脱出しよう。トンネル出てすぐ出口や。そう、聖母中央出口。はい、あ、で止まった。右か。上だけちょっと見えた。見えたな、うん、戦艦ヤマトあったじゃん。宇宙戦艦ヤマトってあったよな。宇宙戦艦ヤマトはアニメ。アニメ漫画。これを元に、ね、元にしたんか。かっこええ。すごいよな、ここに大砲みたいなのがあって。中ってどんなんなっとんやろな。山本すごろくやな。空海京都武器を積んどや中は。うわ、怖っ。
でかいな。ヒューガエって13,950トン。でかいな。どれどれできる？この中で。これと。それできる？絶対嘘や。これできるで。どれ？これ。透明か。うん。できそうやな。いや、これはできるで。輪っか作って、こっちも輪っか作って通すだけやから。これがすごいわ。これできる人すごいな。それはすごいと思うわ。でもこの辺もすごいで。面白いな、結び方。撮影 OK やな。めっちゃ見えるこれ。せやん。何も見えへんやん。100円入れたら見えるんじゃん。100円入れちゃう。船長席ですわ。船長気取りや。お、艦長やで。艦長席やん。これおるぞ。お、気付けよ。もうちょい右や。右行け。そう。うん。あ、館長電話やで。あ、館長電話。はい。もしもし。薬弾。こんなん見たら怖いよな。スタートは出航しましょう。で、お、なんか船おるな。おるな。あれ、ミサイルどこや、ミサイル。あかんないね。そんなん撃ったらあかんねん。撃ったらあかんの。日本は平和主義の国。あ、岩なんや、あれ。ちょっと避けとかな、危ないな。衝突しました。衝突しました。よし、行こう。沈没させた男やな。さあ、行こう。さあ、面白かったな。なかなか面白かった。風がすごい。まとも。まともやな。うーわ。信号はあかん、曲がられへんから、うん、ここで待っとかな。見たかった。なあ。今日は中止やって、やってないねんて。何も書いてないな。なあ、あれちゃう。お？お？あれだ。おお。この道から見るしかない。そうやな、U ターンですわ。でっかいな。すごいな。でっかいな。見学できたらめっちゃ面白いよな。なあ、その方であれか、舞鶴の方が見やすいかな。そやな。佐世保面白かったな。そやな、面白かったな。楽しかった。うん、燃料入れとこうか。うん。加賀駅の手前を左折やな。ここを左。佐賀駅大きっぽ。大きそう。大きそう。私が取ってこうか。ドキドキするな。ギリギリやった？うん。行けんのちゃう。あ、みんな入るような鳥か。鳥や。そんな人気か。走ろう。撮影は OK。いいパーク使いとったよ。うまや。まず決定しとるのはもうこれやな。鶏飯定食。まず人気の若鶏は行こうか。これは鶏ハラミ。ハラミやな。こだわりの7条。タレがいろいろあるんだよな。ほうほうほう。前には塩やな。ここは秘伝な。ここは秘伝な。そう。いつも塩やけど、今日は秘伝な。秘伝やね。とりあえず頼むで。頼んで、ちょっと見とくわ。定食メニューとかね。これ定食これで980円。これする？これしよっか。うん。懐かしい。これな。これな。こうやって混ぜんねん。これめっちゃ考えられてるな。よくかき混ぜて。もう入れとく？関西人せっかちやから。せっかちやから。さっきもタレの用意しとこうか。これは秘伝のタレやな。これは入れる？ニンニク、胡椒を。また。ピンが2つ、はい、こちらが肩肉です。はい、お待たせしました。 ありがとうございます。いただきます。早いな。おー、来ました。これハラミ肩っていうとったな、うん、これが分かる。結構あるな。そうやね、思った。焼いていきましょう。よし、こんなもんでか。うん、いただきます。はい、いただきます。鶏飯やった。鶏飯いただきます。これです。めちゃめちゃうまい。これです。めっちゃ美味しい。あー、鶏の出汁が、鶏の出汁がすごい美味しい。すごい効いてるな。うん、これです。これです。うまいよな。めっちゃ美味しい。関西にも進出してほしいわ。うまいよな。うん、いただきます。はい、うまっ。美味しそう。1個いただきます。秘伝のタレをつけて。めっちゃうまい。やらかい。これはもうやっぱりまた来ようってなるよな。うん、まっ。めちゃめちゃうまい。いただきます。はい、いけるかな。うわ、うまい。うん、よし、もっかい。これどっちもうまい。これタレもうまい、うん、秘伝のタレが、うん、でこれ鶏もうまい。香ばしいな、なんか焼けたとこが、うん、これなんか風味がめっちゃいいの。香ばしい。この鶏の皮のニンニク胡椒入れるわ。ちょっとニンニク胡椒の実力をちょっと見てみるわ。実力入れるべきやな。そう、マジで入れようかな。マジで入れたらほんまにうまい。めっちゃええ感じなんだ。ええ感じやな。ニンニク胡椒入れた。入れた、たっぷり。うん、これは入れるべき。うん、めっちゃ入れても美味しいと思って。そうやな、うん、めっちゃ美味しい。これだけ食べれるような。うん、
や、ほんまにあちょっとピリッとするな、ちょっとピリッとするけど、でも全然、いややっぱここは入れとってよかったな、よかったな、今回の楽しみの一つやったもんな、早いな、一日終わりや、ほんまやな、うん、この横でハラミ焼いてみようか、うん、多分すぐ焼けるやな、うん、多分薄いから、これはほんま関西にもほんま欲しいな、欲しいよな、ちょっとハラミいってみようか、うん、まあ、おいしいな、ね、ピリ辛がほんままた癖になるな、大迫、うん、大迫酒、次はこの型を焼いてみようか、うん、めっちゃうまそう、めっちゃジューシーなんじゃん、そうやね、ヘルシーとか言いとったけど、ちょっと味見してみようか、これは美味しいと思うよ、ヘルシーでもありジューシーで、どっちもヘルシーやわ、ヘルシーな、皮のとこはカリッとして、これで中柔らかい、え、そうなんや、めっちゃうまいね、これわ、なんか柔らかいな、柔らかいね、鳥の形ってめっちゃやるだろ人間で言う希少部位や、めっちゃちっちゃいよ、そりゃ希少やわ、希少やね、あー幸せ、めっちゃ美味しかった、ここはやっぱ外されへんな、ドライブイン鳥、ごちそうさまでした、ごちそうさまでした、3,700円、お値段以上の満足感、これやこれやね、これがコスパ最高というやつ、そういうことや、え、なんで昨日なんかあった昨日の反省を生かせとめっちゃ生かせとで、今日優秀、生かせと優秀、今日は優秀やから、お大満足、大満足やわ、帰ろっか、寒くなってきたな、帰ろっか、ちゃんは行こっか、みょうこ、お留守番ありがとう、目的地に到着しました、お、いいよ、レオン君ご飯の用意しよっか、うん、レオン君出てきたな、うん、レオン君よしゆっくり食べて、レオン君はやもうないやんか、これは楽しやで、もうこれ袋取ったきれなんで、これほら、はい、フィットネスと一緒になっとるな、うん、バイバーイ。うん、気持ちよかった。何よ。よかった。バイバイで。あ、気持ちよかった。でも気づいたら。うん、振ってなかった緑のやつ、翔くんがちゃんと生かされてるな、生かされてる、ええお湯やったな、ええお湯やったな、温泉ちゃうけど、うん、大きいお風呂は気持ちいいからな、まあ、なよかったよかった、紅茶ヨーグルト買おうか、ヨーグルト買おう、ヨーグルトも買ったし、夜食も買ったし、買ったし、食べながら行くで、食べながら行こうか、うん、そうやな、1時間やな、うん、1時間で今晩とお泊まりする道の駅到着予定、はい、頑張ろうちょっと申し訳ないね、ちょっとお菓子買ってごめんやで、ね、申し訳ない、じゃあ細ポッキーやな、細ポッキー、はい、ただいま、ありがたいで、細ポッキーありました、細ポッキーありましたよ、いいよ、気を取り直していくで、気を取り直していこう、はい、高速移動やな、到着した水下の里植木、到着や、お疲れ、はい、シェード、よし、はい、お邪魔します、お、レオンくんやんか、レオンくん出てきたった、出てきたったね、ベッタにしてもらおうか、でからヨーグルトを固める、うん、よし大丈夫、これしたらでもレオンが熱なるかな、あー確かに、あ、それはコツがあんね、どういう、これ最初のカチャっていうところだけが硬いねやんか、うん、でも確かにこれ硬い、これを変な方向に引っ張ったらなかなか外れへんねんけど、ま、うん、っすぐこうやってギュッてしたら、苦手なやつやさ、うん、こうやってここに小指入れて、うん、ちょっと、うん、こうやって、うん、よいしょってこのゆっていう言葉でよっとかいいやっとか片手でこうやってやったら力が分散すんねんな、うん、だから最初にこう両手で真正面からってこうやってクックとか言うけどちょっと待ってよ、こうやろ、じゃあ正面からって言うたやろ、あ、こう、そうそう、せーの、一瞬だけ力入れるね、くっ、あ、
ちょっと分かった。ちょっと外れたらもうあとはスッと行くから。うん。クやな。そのカチャンっていうのだけがコツ。そう。クッてしたいねんな。そう。それをだから正面からの方が力が入んねん。まっすぐ入んねんやんか。確かにな。そのまっすぐとかむずいんやな。なんか変な方向に。そう。あれはあそこだ力いいね一瞬だけな、うん。でもそれぐらいでないとあの外れてまうねんか。うん。そうやな。よくできました。はい。はい。よっしゃ。こっちは簡単。そっちはな。あら。そうそう、はい、気持ちいい布団引いたろ、引いたろ、はい、はい、引いたろ引いたろ、これ気持ちいいでも今日あれやん、ここで寝てないな、はい、自分のマット、ええ場所見つけたもん な散々俺らの邪魔をして遊んでから寝るよな、寝るホテルって寝るよなとりあえず私らが寝るまではなんか誰かにくっついてない、一人で向こう行って寝ればいいのに、それはせえのにな始まった始まった始まった、やるんかうわめっちゃ軽やか、どこ、軽やかだよすごいすごいすごい、かわいい